リサです。エアです。フジです。じゃあ今日はちょっと YouTube の動画1回目ということで、はい、三択、うん、何の三択で、ね、あれはどうかな、3人それぞれ、うん、あ、なんだろう、見てる人もそうだけど、今からやろうとしてることへの答え。なるほど、なるほど、うん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 、これを選んだらば、うん、こうなる、うんうんうん、ちょっと考えよう、これを選んだら、うん、ちょっと、うん、やばいっていう時のアドバイスもちょうだい、なるほど、なるほど、じゃあなんだろう、 ABC みたいな感じで、そうだね、じゃあちょっとやってみたいと思います、皆さんもね、はい、じゃあ、すんごい緊張する、これを選んだらば、あなたの将来は、うん、おね、なりますよ、うん、ちょっとね、多めにカードを引いてみようかなと思います、すごいね、このカードも、ね、ちょっと引けるだけ引いてね、こう収集つかなくなるんだけど、絶版のもあるんでしょう、うん、なんか ね、 何しようかな、ドリンさんのカードはね、結構ね、廃盤になっちゃってたんで、これね、当時ね、定価で買ったけど、もしかしたら結構な値段になっているものもあるのかもしれない、ね、ほんと素敵なカード、もうこれ見てるだけでも楽しいね、キラキラしてるのも安心、ほんと、なんかね、うん、こうあれだよね、よくね、もうシャッフル済みとかっていうのもね、あるけどね、ちょっとね、シャッフル、シャッフルをフェチっているらしいですよ、わかるわかる、私もそう、結構ね、こうこういう風に言う音を結構聞きたい方、だからなんか切ってくれる YouTuber さん、YouTuber さん見がちな感じ、ね、切り方もね、いろいろだよね。そうだね。こうね、シャッフルをもう完全にこうシャッフルしちゃう。もう半分に割ってさ、こうシャーってやるでしょ。こういうまでこうね、そう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 。広ければね、これでもいいけど、ね、うん。そうだね。あとはあのタロットで言うと正位置逆位置取らないとかもあったり。あ、じゃあエアさんは取らない。取らない。ね。私ももうそれで習って取らない、なんかね、どっちもね、いいんだよ ね、 どっちも、あ、どれにすればな、もう、もう、あれだ、よし、私も決まった、すごいね、うん、私こういうのがギリギリまで決められないんだけど、選ぶところは決まったけど、今後の何を見てもらうかな、あ、そう、私はもう、決まったの、え、すごいな、え、どうしようまだ引くんだけど、大丈夫いっぱい、ね、いっぱい引いてほしいわ、本作でね、なんだろう、もうあれだったのかな、もう最初にさ、このカードって決めとけばよかったのかな、なんかひたすら引き続けるかね、あと 2、3 個引きたいんだけど、大丈夫なんですか、それは、いいですよ、好きなように思う存分、お、落ちました、落ちました、ジャンピング、ジャンピングね、ジャンピング取っとく派ですか、ね、じゃあ取っとくか、うん、なんかね、使えるかもしれないからね、いや、もう本当にね、カードね、楽しいんだよね、っていうかさ、今日すごいいい天気だね、なんかさ、ロケーションが、なんかさ、高松の池です、この時計と言っても、あのね、そう、あそこ、岡山県か、高山、高松市って、にもあるだと思いましたって言われる、ここは岩手盛岡高松の池に来てます、そうか、なんかこんなにさ、ロケーションいいもんなんだね、なんとなく来たけど、へ、っていう青空占いだね、そう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 、いいよね、引くね、ちょっとしつこい三択でこんなに重なってことないなんかさ、厚みがえげつない感じになった、ちょっとさ、あのさ、引きすぎたよね、ちょっとね、いいよいいよ、あと、もうさ、ここまで来た、あと1個ぐらい引いてもいいんじゃないかな、なんだっけ、あの、あれだもんね、あの、これからやりたいことがどうなっていくかみたいな、ね、そう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 、やること、ちなみにさ、どれにした、真ん中、あー、私そっち、あ、よかった、なんか、せーの、これとかみんな同じだったよね、だから、そっか、で、最後、あの、これ、あれ、私、あ、これいいな、最
最後ね、ここで引いて、うん、あのね、終わろうと思ってた。このね、これもすごいいいカードなんだよね。もうデラックス。ミステリーオブラブ、ミステリーオブラブっていう。そうそう、これね、あのミステリーオブラブ。なんだろう、日本には売ってなくって、個人輸入的な感じのやつだったから、結構ね、思い出が。カードの名前も紹介しながら展開していったらいいかもしれないね。うん、そうだね。そうだね。一回僕ね、はい。では、うん、どのカードにします。これが A、うん、B、はい、C、はい、どれにしますか。C でお願いします。C で。B でお願いします。B で。どうしても A からやってたらいいですかね。引いたやつからやって。引いたやつからで、じゃあ C からいく。じゃあ C から。ね、じゃあ。見てくださってる方はどのカードを選んだんでしょうか。じゃあ C から展開します。じゃあミステリーオブラブ、ほっ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 、これがなんだっけ、ライフパーパス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 ね。これなんだっけ、なんだっけって言うなって。マジカル、マジカル。あ、私さ、オプションズってさ、どう見るかわかんないんだよね。あ、これね、選択肢だったと思う。そうなんだ。おー、なるほど、ミュージックが出るんだ。あー、うーん、あ、分かったぞ。これヘロ、うんうん、あ、分かった、うん、自分の中で、あ、なるほど、なるほど。あれ、C なんだろうって。タコ、何タコ。これね、ハローっていうカードなんで、あの、未知とのものとの出会いって、こんにちはっていうカードなんだよね。これはね、なんだっけっていうね、あの、チェッコリオラクル、チェッコリオラクルさん、これがね、チェッコリ、チェッコリオラクル、はい、はい。あれ、これ C なんだろうって、 C だよね。私が C。あ、リサさんか。うん、あ、なるほど。うん、もうエースオブペンタクル。わかる、わかる。うんうん、で、これ2万円ポジティブ。へえ。そっかそっか。そっか、意外と意外と意外とだな。うん、でもザ・フュージョンが出てるよ。あ、本当だ。クリエイティブエクスペーション。わかったわかった。キング。え、わかったんだな。私必要。私見てない。必要じゃないかもしれない。うん、でもね、うん、なんとなくそのワードを聞いて、うん、あ、こう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 すればうまくいくかなって。なるほど。しゃべっちゃうんで。いいよ、でもね、ひどい人は多分ね、言ってもらってもいい。多分ね、なんとこのね、選択肢っていうのが出てるから、多分ね、うん、こう、あの、何かうまくやろうってした時に、うん、何らかの選択肢に迫られるみたいなことはあるかもしれない。うんうん、あとはこうミュージックがね、もうダイレクトで出てるから、多分ね、音楽に関わることっていうのがキーワードになってくのかなっていうのは、ね、そうなんです、うんうん、あとこの辺はね、積極的にとかポジティブな気持ちを持ち続けるみたいな感じだから、はい、あんまりこう悲観しなくていいっていうか、こう、うん、なんかね、こう、うん、まあ、もういけるぞみたいな気持ちでいていいよっていうのがこの辺で出てるかなって思うんだよね、はい、うん、あとこれはね、流木っていうカード、これはね、あれ、あの、オールダタロット、これもすっごいね、小手なんですよね。すごいいいタロット、とっても、うんうん、あの、北国のイヌイットとかの生活とかをモチーフにしてたりとかするんだけど、これはね、流木っていうカード、すごい、あの、流されて行き着いた先の幸運的な感じなんだよね。だからね、ある程度選択肢をね、あれだったよね、こう、なんかね、なんとなくこう選択されていく感じなんだと思う。選択肢は現れるんだけど、行くべきところに流されていくんじゃないかなって思うんだよね。あとファミリーとか出てるのは、なんだろうな、家族のサポート的なものとかもあるのかな、が大事になってくるっていうか、なんかこう、なんかね、一体感みたいな感じのが大事になってくる。なるほど、なるほど、なるほど、確かに違う違う、やつっぽい、そっちの方面で考えればね、私が選択した、あ、うん、この将来は何かなって考えたのと、うんうん、選択肢の中に、うん、その大感動してるかなって、ファミリーっぽいね。もう開いた瞬間にもう分かっちゃってる的な。でも、これハムまでだね。何度出会った人が異質だったり、一見なんか異なってるように見えても、その人がもたらしてくれるものがある的な感じにね、私はいつもこのカード、あの、ハローって出会って、来たのがタコだけど、でも見た目とそれは違うんだよじゃないけど、そういう意味なんだ、深いっていう風にね、撮ってるいつも、はい、うん、だからね、こう出会いってやった時に、その人がちょっとなんか受け入れられないっていうか、ちょっと違うなって思っても、実は本質は違うみたいなことがあるのかなっていう、だから会った人をもう、はい、それではこの人ダメだって思わなくてもいいんじゃないかなって気にいつも撮ってるんだよね。
そうそう、あとはなんかねこうペンタクルバーンって出てるから、うんうん、金銭的にはなんかまあ困ることはなさそうに思う、うん、いいんじゃないか。あとこれが出てるからね、うん、びっくりした、うんうん、なんだろうな、あのちょっと落ち着いて考えたりとかする時間も必要ってことかな。なんかあくまでもこう積極的にとか、うん、もうポジティブにではあるんだけれども、うん、何かをちょっと心をちょっと落ち着ける的なもの部分もあってもいいんじゃないみたいな感じで、うん、静けさみたいな感じ。あ、そうか、うん、あとはまあザ・フールはそうだろうね、うん、もうあの、うん、行っちゃってくださいっていう、うんうん、この辺はそう、可愛いですね、そのこのフールね、すごい可愛いフールなんだよね。アイスクリームね、アイスクリーム本当だ猫だしね、うん、あとはまあ創造的な表現、うん、なんかミュージックとかともちょっとね、うんうんうん、関わってくるなって思うから、うん、そうなんだよ。あとはね、うん、キングの騒動、私騒動はね自分はこう切り開く気持ちのカードだと思ってるから、うん、まあリサさんはまあ自分、うん、力で切り開いていこうって気持ちはあると思う。でもそういう積極的な気持ちはあるんだけど、結局は流れ着くところに流れ着いていくっていう感じにね、う思うな、このカードがあるから、流木があるから、うん、だからまあホープもあるしね、まあ、希望に満ちた状態でこう流れに任せていれば、うん、なんかね行き着くんだろうなっていう感じかな、うん、金運もあるし、うん、ミュージックとか創造的な表現とかもあるから、うんうん、B を選んだ人は C か、うん、C を選んだ人はこれってことですね、うん、ってことですね。 C を選んだ人はもう選択肢があったとしても、うんうん、流れ着くところに流れ着いていくから気持ちを明るく持ってねみたいな感じだと思う、うんうん、超なんとかです。人間関係的にはまあ出会った人は意外といい人みたいな、で人間関係的には意外といい人、うん、家族との一体感って決まってたけど、うんうん、なんかね、なんだろうな、もう、うん、あんまりこう行きまなくても行き着くとこにきっと行けるんだろうなって思う。そっかそっか、うん、はい、うん、まあそんな感じで、はい、以上です、はい、じゃあ B を展開してみたいと思います。じゃじゃーん、タイプが出るの、うん、とか言いながらね、あ、そっか、これ知りたがる、コンビネーションでしょ、うん、どっか、また違う感じで出るんだね、面白い、でもね、ノコが出るのがすごい、どういうこと、でもね、ブレッシングとかも出てるんだよね、これはなんだ、ブレッシング、はい、ハイエレファンとか、いやー、でもマジシャンとかは出るのかな。脳が出た場合はもう1枚引くってことになってるんでね、何が脳なんだっていうことになるから、あのイエスかノーかを聞いてるわけじゃないから、でちょっとで1枚もう1回引く、なんかね、でもね、私これ見てね、ちょっとね、なんとなくね、こう分かったね、やっぱりそうだ、うん、なんかね、なんだろうね、チームワーク的なことをね、すごく言われてて、トライブっていうのは族っていうかさ、こうなんかの族的なことをね、トライブっていう、エグザイルトライブ、そう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 、まさにそう言おうとしたんだけどさ、だってドッグ、あのシード、これ犬ぞりっていうのも、なんだろう、力を合わせて、あのいろんな人と力を合わせて進んでいくっていう時のカードで、さらにヘルプ・エヌ・ピーポーが出たが、ノーが、もしかしたら何か一人でやろうとしていることに対するノーなんだと思う。あなたはきっとこう協力者に力を仰いだり、もっと助けを求めてもいいんだよってことを言われてるんじゃないかなと、もう結構強めに言われてる感じだね。こうこう、あの取られてる、その流れだね。とヘルプピーポー、今の一人でやっちゃったりっていうのはノーだよっていうことで。でね、インフィニティアバンダンス、ブレッシングの方ほぼ同じ意味だと思う。やっぱね、あのなんだろうな、こう。うまくいく潜在能力がある、うんうん、でパーフェクトタイムが出てるから、なんかね、天気が今なんか完璧なタイミングが来てるよっていう風に出てるから、今ね何らかの天気がある、まあね、それはきっと人からもたらされるものなんだよね、あれじゃない、ん、何あれってなんだ、あれか、あれだそういうことか、あれだ、うん、そうそう、でね、今がダークネス、一番暗い今が、そこって言ったらだけど、今よりもう上がっていくだけみたいな状況にあるっていう、これ何のカード、これ、うん、これなんだっけ、だこれ、うん、エレメンタルだったかな、多分これね、ザ・エレメンタルオラクル、これもね、すごいいいカードなんだけど、そう、うん、あとはね、好奇心とか知りたがるみたいなカードがあるね、うん、やっぱもう、うん、まあこれはあ
ある意味こうどっちかというとプラスに取っちゃってもう好奇心を感じるところには行ってみてもいい、うん、コミュニス前からもっと自信を持っていいんだよっていうことだ、ね、もっと大丈夫だよ、もう能力的にあなたは与えた分だけもらう価値があるっていう、もう与えたものを受け取るっていう循環の流れがもうできるからってことで言われてるからね、うん、マジシャンとかもねすごいいいと思うんだよね、もう多分思い通りにできるタイミングが近づいているっていう感じで、ハイエレファントだしね、うんうん、なんかねどんどん発信していくのもいいんじゃないかな、ハイエレファント結構こう発信するっていう意味もあるし、 SNS やってますよね、うんうん、あとはねそう自信を持って人との協力っていうのが鍵になる、人との協力が必ず今より上がっていくっていうか、潜在的なこう豊かさの資質みたいなのがある人だからっていう、本当に分をちゃんと受け取るっていうそういう循環が作れる人だからっていうことだと思うから、クラスだからね、なんかをね習い始めるっていうのもいいみたいな感じで、うん、そうだね、うん、でもなんかね、うん、あのもっと協力は多いでもいい、助けてもらってもいいっていう感じはなんか、B の人、B の人はそうかな、うん、でもはいはい、その B の人はもう本当に潜在的なこうなんだろうな豊かさとかの資質をお持ちだからっていうことだから、うん、ね、マジシャンも出てるし、うん、そう、はい、その B の人助けを求める、うん、例えばどんな人にっていうのか、なるほど、ちょっとこれをねなんか聞いてみれば、うん、どういう人に助けを求めたのか、ああ、うん、それ面白い、うんうんうん、ちょっとね、うん、追加で引いてもらっちゃってあれなんで、ね、なんかあれだね、なんか人物カードとかね、いい感じで出てくるとすごいわかりやすいんだけどね、3枚くらい引いてみるか、よしと、じゃあちょっと、うーん、わあ、でも1個人物カードある、でもね、なんかこれが出るってことはなんだろう、うん、同じようなアーティスト気質の人とかなのかもしれない、あのコツコツ努力するアーティストって感じだから、うん、似た境遇の人、うん、同じようなタイプの人とか、うん、あのやっぱり同じような目標で頑張ってるような人、うん、うん、ここもね、なんか自ら終わらせる強制終了的な感じを受けるけど、うん、うん、なんだろうな、何かあのをやっぱり一個終わらせて始めようとしてる人っていうか、やっぱりこうなんか同じようなとこに向かっていく感じの人なのかな、きっと同じような目標とかを持って、うん、これから一からこうガーって行くぞみたいなタイプの人なのかなって、うん、あとここに人物カードではっきり出てるから、うんうん、カップのナイトだから、そうだね、カップのナイトだから、なんだろう、こう優しい人、優しく手を差し伸べてくるような紳士的な感じ、うんうん、ジェントルマン募集中です、そうそうそう、男子だけは限らない、男子に、うん、ってもあると思うけどジェントルーマンも誰でも、なんだろうな、20、30代ぐらいの若いジェントルマンかジェントルウーマンみたいな人が力を貸してくれるみたいな感じかな、いつ会うかとか、あ、時期ね、時期的、うん、そうそう、助けをね求めるのってね、なかなか苦手なんですよね、うん、あ、そうなんだね、うん、なんかね、多分助け求めるとね、うん、うまくいくんだと思う、きっと通ってさ、意外とさ早いイメージなんだけど、私、そうなんだ、うん、うん、なんかこうやってどういう風に見るのか私は見当もつかない、うん、気がしない、通ってなんか早めな感じが、急激なっていう感じだから、ね、突然現れる感じが、うん、そうだね、突然、そうだね、そうか、うん、だから、ね、もしかして諦めかけた頃にみたいな、うん、あ急にね、うんうん、もう唐突に思いがけなくブワッて助けが来るみたいな感じで、そうそう、そしてお金、金銭的支援を感じるな、私、急に、うん、私じゃないんじゃそしてあのね、なんかどうせあの受けたって、ね、意味ないようじゃなくても、ここはねもう受け取っちゃってくださいみたいな感じなのかなっていう、遠慮せず、うん、大丈夫だよみたいな、もうどうせどっちに急に来るからね、もう受け取らざるを得ないのかなっていう、ギリギリどうにかなるってことですね、ピンチになってもね、なんかね、金銭的支援あるから、いやいや、うん、そんなのって言わずに受け取っちゃってくださいみたいな風な感じ、絵ですね、絵を選んだ皆さん、はい、じゃあどうすればここね、うまくいくか、ここもね、コンフィデンス出るんだね、うん、エナジーフィーリング、バースデー、
バスレイっていうカードなんですか。電車トランスフォーメーション、あ、これカルマっていうカードなんですよ。ファインディングなんかをね、見出すとか、スノーか、なるほど。でもここなんかもうグングンビッグハッピーチェンジズだって。なんかこの変な人ね、結構変な人結構なんかリアス、あ、しかもねスピード感あるね、ワンドの8だから、中心の上描いてる、そうそうそう、これね、なんなんだコンタノットなんだけど、なんかね宇宙テーマになってるから、ね、結構ね宇宙なんだよね基本的に、絵がなんかこれ一枚一枚別の人が描いてて、だから68人とかで力を合わせて作ったみたいな感じ。ああ、でもこれが出るんだ。これどういう意味で出てんだろうな。なんでだろうね。うん、これをここでいきなり。ね、ここでいきなり。なんかこう、なんかこのすんなり来てるのかと思うけど。でもね、ここでもなんかね、プレッシャーとかは出てるし、なんかね、あれなのかなっていう。ああ、でもエンプレスかな。ナイト、ペンタクル。なんか、なんだろうな。でも基本的にはなんかこう、なんかね、ファインディングも出てるし、なんかね、こうやろうとしてることのこう先がね見えてくるっていうか、なんか見出せる、いいこと、いいやり方とか、こうすればいいんじゃないかみたいなことが多分見出せるし、なんかね、バースデーだからね、自分の誕生日とか誰かの誕生日とか、なんかね、その辺がなんかターニングポイントになってくて、でなんだろうな、こう自分が今までやったことが返ってくるっていうカードがね出てて、結構気になるから。なんていうカードなの？これね、カルマっていうカード。へー。そうそう。どこに書いてる？書いてないの、これね、絵しかないんだよね。たまに入ってんだ、すっごいね。うん、でもこのカードね、結構枚数少ないからね。24枚くらいしか多分ない。だから、なんだ、今まで誰かに対して いいことをしてたら、それ戻ってくるし、誰かになんかこう、ちょっと異常にしちゃったなってことも返ってくるよみたいなカードなんだよね。でこれプレッシャーと変容だから、なんだろうな、こう誕生日を境にちょうど誰かの誕生日なのか本人の誕生日なのか、その辺の境に何らかの変化が、何かが見出されるみたいな感じで、でそれはなんかこうやったことが戻ってくるようなものだよっていうふうな感じなんだよね。だから あんまりこうエナジーヒーリングとかも出てるから、ね、ちょっと疲れていらっしゃるのかもしれないけど、なんかあんまりこう気負わずに、プレッシャーとかであんまりこう思わずに、自分の誕生日なのか誰かの誕生日、その辺でちゃんと変化はあるから自信持ってねみたいな感じなのかなって思う。スノーっていうのもこうなんかこうなんだろう、はっきり見えてくるっていうか、形が見えてくるみたいなところもあると思うから、それにね、そもそもビッグハッピーチェンジンズとかチャリオットとかも出てるから、その誕生日、誰かの誕生日なのか、何かが生まれて生まれるみたいな、この辺を境にガーって変わっていくのかなっていう勢いはつくのかな。子供だからね、チャリオットも多分あの8のワンドの8も速いから、だからスピード感のある感じ。今ちょっとなんかちょっと疲れてるっていうか、今ちょっと自信も持ってみたのこともあるか、ちょっとお疲れ気味だから、自分にその価値がないってちょっと思われてるのかもしれないけど、そんなことないよって。多分ね、今までやったいい行いも戻ってくるし、ちゃんとその先は見出せるから、真実が見えるからみたいな、だってもうすぐビッグハッピーチェンジズが来るからみたいな、で来たらば早いよみたいな感じなのかなっていう、そういう流れはね来てるから、誕生日がね、いや、あの1年後なんですけどとかって言われたらあれなんだけど、なんかもあるかもしれない、なんかね、いずれ誕生日っていうのは一つのこう基準であって、いずれ、あの自分が今やってきたことがちゃんと戻ってくる、いい意味で戻ってくるんじゃないかなって。だからあのちゃんと道が見出されるよみたいな感じで、これもね、もしかして今お疲れ気味、ヒーリングとかこの辺のことなのかな。でもほら、もうエンプレスとか、こうナイトペンタクルとか、もう良くなっていくみたいなところが見えるから、ちょっとね、あんまり気負わないでとか、あんまりこう、プレッシャー感じすぎなくていいよって、もう喧嘩来たらね、もうすごい早いからみたいなのはね、なんかもう1に争うぐらいね、なんかスピード感はガーってあるから、そういう感じかな。ちゃんとね、見出すことできるので、ちゃんとやってきたことが戻ってくるのでみたいな感じで、かなっていう絵の人は大丈夫です。はい、なんかね、なるほど、こんなんで、もうね、自分のことしか、自分
なんかね、せっかくだからこのなんか飛び出してきたカードを、はい、あ、そうですね、全員にスピリットガイドだって。あ、なんかね、こうなんか直感的になんかね、うん、こっちなんだなっていうのがね、ひらめくのかもしれない。うん、きっと、きっととか言って、もう一枚引いてみる。全体アドバイスみたいな。うん、全体アドバイスね。結局スピリットガイドってこう、どういうことなのかなっていう。直感に従えって感じ？うん。あ、ファイナンシャルヘルスだって。あ、なんだ、急になんか、あの、金銭的な。うん、これ。健全な健全な金銭感覚的な、これも全体アドバイスなんですよ ね、うん、あんまりねこう気負うなっていう、あんまりこうね、思い悩まなくていいよって、多分思い悩まなくて、とりあえずこの動画見て皆さん金銭的になんかこう苦しめられるようなことはまずないからみたいなことかなって、なんかねこう流れとかこうあれなんかこっちって導かれたような気がするみたいなものに従ってって大丈夫だよみたいなことなのかなって思いました。はい、はい、またお願いします。ありがとうございました。ではでは、またよろしくお願いします。お二人もねできるので、またよろしくお願いします。よろしくお願いします。世界は素敵なものだらけ、視界はすんごい人だらけ、なぜだか比べたがる、弱虫でいるのが心地いいんだ、それもそろそろ飽きてきた、素敵だねって言ってしまえ、どれも本当のことだから、僕らは何にもできないね、こんなに美しい景色の中でさ。